今日はマスクの気分かな。でもどうしようかな。飽きたら外す。なんだっけ。メカンダイナソーさんこんにちは、2回目イエーイ、こんにちは。ひとちゃんさんこんばんは。 N164 さんこんばんは。みんなみさんこんばんは。エンジョーさんこんばんは。ゆらららららら。こんばんは、ありがとうございます。皆さんピューコラ。ユッキーさんこんばんは。スケモンさんバラありがとうございます。サクサクさんこんばんは。タメタメさんこんばんは。ナベちゃんさんこんばんは。マラヒラさんこんばんは。こんばんは。くしゃみ出そう、めっちゃくしゃみ出そう今。めっちゃくしゃみが出そう。ちょっと待って、よいしょよいしょ。のぶちゃんさんこんばんは。まれひろさんこんばんは。しおねちゃんこんばんは。昨日見れな来れなかったから来れてよかった。おーい、ありがとうございます。イエーイ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 。だいぶだいぶ治ってきた。だいぶニキビになってきたかも。でもちょっと遠くにしよう。ちょっと遠くにしよう。見えるかな。でも視力めっちゃいいけん割といける。のりさんハロー。 N164 さん50カウントありがとうございます。ラウリさんこんばんは。シチューシーの服めっちゃ好き、ほんまに好きです。めっちゃ好き。ともちーさんこんばんは。まつつさん温泉ゆららの湯。温泉ゆららの湯。目まだ痛い。いや治ったんですよそれが。今日はね、あ、そう、あのね、あれもマスカラもあのママにこれがいいって言って頼んで買ってきてもらったんですけど、あのね、そう買ってきてもらったんですけど、でもなんかもともとユラが欲しかったやつがこう上まつげとね下のまつげをね分けたかったんですよ。下のまつげはあのでっかいマスカラだったらめっちゃ塗りにくいけん、あの細いのが欲しいと思っとったんですよ。それでどっちもあったらどっちも買ってきてって言ったんですけど、なんかでその大きい方のマスカラが売ってなかったらしくて、ユラのその欲しいやつが。なので細いやつはあったって言われたので細いやつだけ買ってきてもらったんですよ。それでね、これめっちゃ良かった。これの太いやつは使ったことあって、それをもう一回
それのねちょっと前にね細い版が出たんよ。これ細い版なんよ。めっちゃ細いよ。ちょっと見て見て、ほらめっちゃ細くない？細いよね。これでピュッ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 って塗れる。やっぱねゆらは毛が入っとるやつがダメで、多分それが原因で痛かったなと思う。でもこれになって全然今日は痛くなくて、もうなんかいい感じよ。めっちゃいい感じ、超いい感じです。治ったならよかった。そうめっちゃよかった髪と思って。あとねでも正直上のまつげの方をなんかママに頼んで、まあ結局かなかったから買って、あ、そう買ってないんですけど、そう買ってないんだけど別に買わん、それ買わんでよかったって今日思って、ちょっと待ってどこだった、あれなくなった、なくなった、あれなくなった、まああったんですよねゆらの家に、だからそっちを使おうってことで、はい使おうってことで、あれなくなった、マジでなえるなえる、悩み沢、悩み沢だ、悩み沢。ちょっと本当にこれも細いんよ。これはね前使っとったやつ、もうゆらはねもうねこれはなんか中身がもうなくてね、ステントいけるんだけどね、ほら細いね、わかる？これ細い、細いやつです。これ細いでしょ、いいよこれ。でもこっちにした、さあ床に巻き散らかしとんじゃないんよ。ちゃんとポーチの中入れとんだけどね、ポーチの中がガッサガサなんよ。なんかね並ばしとったんだけどね、なんか結局使いよったらなんかごちゃごちゃになるけん、もう夜はごちゃごちゃになっとったね、ごちゃごちゃになってます。これ久々、これ久々見た、懐かしい。なんで妹のポーチの中にこれが入っていたんでしょう。盗まれました、盗まれ、あ危ない危ない。さっきの配信100回目、おお、イエーイありがとうございます。いつもケヨさんこんばんは、ザンさんこんばんは、こそばんそうこイエーイ、むっちゃんさん59ありがとうございます。治ったんだ、そう治った、イエーイイエーイ、めっちゃガサガサそう。でもね散らかしてるわけじゃないの、ポーチの中が散らかってんの。キヨ兄さんこんばんは、おあいこ、ワンコが呼んでた、片付けろって言われたかもしれない。そういえばお片付けしたテーブルはどこへ、お片付けしたテーブル？なんだろうそれ、なんだろうお片付けしたテーブル。コウジさんこんばんは、イベント終わったから、あ、そっかイベント今日終わったんだ。結果とかってまだ分からんのかな、ユラはあまり詳しくわからんのですけど、うん、スマイルにマー君さんかな、こんばんは、白うさぎさんこんばんは、右目のアイラインが魅力的、え、ねえな
んかね、ゆら難しいんよアイライン引くの。マジで難しい。でもなんかちょっとメイクを変えてみたいって、なんかなんかまあやっぱりね、なんか今ってさ、なんか替え時って、替え時ではないけど、なんて言うんだろう、なんかね、ちょっと自分が今変わりたいって思っとる時期、わかる、なんか変わりたいっていうか、なんかイメチェンしたいっていう気分。だってさ、まああれじゃん、まあ高校1年生から高校2年生になるあれだし、なんかイメチェンしたいなみたいな感じの気分、今そういう気分なんですよね。今イメチェンしたい気分、うん、福山SA のアイスメロンパンアイス食べ、え、ない。でもなんかそれ聞いたことある気がする、聞いたことある気がするな、それめっちゃ聞いたことある。アイスメロン、なんかパンの、いやあれシュークリームか、よく分からんけど聞いたことある気がする。ワンちゃん3匹くらい、そう3匹おるよ、3匹います。暫定感、暫定で、あ、そうなんですね、福田さん1位、すごい。もう引かないな、そうさん、ハート100個ありがとうございます。で、もういつもね、打つ。まだ結果って出てないよね。そうなんだ。やすべーさん、こんばんは。インコちゃん飼ってます。そうな、インコ、あ、鳥は飼ったことない。ゆら今まで何飼ったことあるかな。魚犬と、今犬飼っとって、犬とすっぽんとカメと魚、いろいろ飼ったことある。魚いろいろ飼ったことあるよ。魚がね、そうめっちゃ飼ってた。魚めっちゃ飼っとった。なんですっぽん、いや分からんけど、なんかねすっぽん飼っとったよ。マジですっぽん飼っとった。すっぽん、いや食べたことない。なんかさ、カエルとかもさ食べる、あれも国とかあるじゃん。国かな、日本でも食べるかな、分からんけど、ゆらは食べたことない。カメじゃなくて、カメも飼ったことあるし、スッポンも飼ったことあるんですよ。カメは普通になんか
あのあれ何のカメなんだろう、あのライトに当たりながら暮らすカメです。カメにカメじゃライトに当たりながら水の中じゃなくて水もあったかな、なんかとりあえずなんかライト当てとった記憶がありますね。ライト当てとった記憶がある、うん、やばい、どうしよう、あーどうしよう、お腹痛くなってきた急に。ちょっと待って、治るかも、あ治った、え待って、ちょっとなんか毛布が欲しい、お腹が痛くなってきた、お腹が痛い、スッポンの餌、え、ゆら、スッポンの餌何やったっけ、わからん、なんかパパが通ったんですよパパが通って、パパが買ってきて、パパが通って、ゆら、餌あげたことない、パパがあげてた餌、魚はね、普通にね、あの魚用の餌みたいなのをあげよったんよ。なんか誰だっけ、なんかの魚を飼った時にミミズの塊みたいなのをね食べよった気がするんよ。なんだったんかな、あれ。メダカも飼ったことあるよ、メダカあるあるある。ハト、これハト飼ってたことあるって書いてある、ハト、そう、冷えた冷えた、今冷えた、あのね、あれよ、座布団座布団いつも敷いてたのに今座布団敷かずに、あの地べたに座ったけんめっちゃ冷えたけど大丈夫、もう大丈夫です。いや全然緊張してない緊張してない、いや緊張してね、お腹痛くなるタイプじゃない。緊張したらね、何になるかな、緊張したら、緊張したらお腹いっぱいになる人、なんか食欲がなくなる人。ペットって聞いたことない？ほんま？あとエイも飼っとったよ、ゆら。エイも飼っとった。なんかね、でっかいね、水槽にね、4匹ぐらいおったんよ。なんか、熱帯魚？熱帯魚飼っとったよ、ゆらは。熱帯魚飼よって、あの熱帯魚かな、あれ熱帯魚だっけ、熱帯魚って言うんや、あれは熱帯魚、熱帯魚、ちょっといらね、あのね、ちょっと苦、なんか見た目がちょっと苦手な魚とか思ったんですけど、やっぱりなんか、あ、熱帯魚じゃないわ、熱帯魚じゃない、熱帯魚じゃない、なんかちょっと見た目あれだけど、なんか飼ってたら愛着湧くみたいな感じの、そう、いいことだよ、マジこれガチ。あとね、ちょっとね、見た目苦手なんやけどね、あのエンドリケリーっていうね、魚を飼っとったんですよ。でちょっと見た目が正直苦手で、正直苦手で、ゆらは。やけど名前もつけてユージローっていう名前だったんですけど、
裕次郎っていう名前をつけて飼っとったらすごい愛着湧きました。見た目すごいちょっと最初えって思ったけど、あとガーってやつも飼っとった。なんかこうくちばしがシュンってなっとるやつ飼っとった。あともう一匹、あ、アロワナってやつを飼ってました。でもアロワナはめっちゃ愛着、なんかすごい行きました。もう今はもういないけど、すごい長生きしたのアロワナ。めっちゃ泣いた、うち死んじゃった時にね、すごい泣いた。全部パパが買ってくるの。そう、パパが多分好きなんでしょうね、多分その生き物。あ、そう、裕次郎ってこの、これ裕は一緒だ、一緒よ、裕は一緒の裕です。裕次郎っていう名前だった。ガーとアロワナの名前は なかったけど、確かなかった気がする。でもね、前あれなんですよ、もう全部今いないから、もう結構もうユナが小学校の時の話じゃけん、今は何も買ってないけど。あ、やば、59分になっちゃった。そう、早い、ごめんなさい。スケモンさん、バラ、タムタムさん、バラ、コバン、ハートありがとうございます。マヒカンダイナソーさんもハートありがとうございます。あと第二ボタンもありがとうございます。ということでランキング見たいと思います。13位あやなさん、12位グリオティーヌさん、11位 N164 さん、10位マツツさん、9位チンチョウゲさん、8位トヨちゃんさん、7位ムッチャンさん、6位チョウちゃんさん、5位テッチャンさん、4位スーさん、3位タムタムさん、2位インナミさん、そして1位はトゥルルルルトゥン、マヒカンダイナソーさん、ありがとうございます。ごめんなさい、ギリギリになって、ありがとうございました。